任務の発令、フン族との戦い。フン族は我々を蹂躙するためにさらなる侵略者を送りました。すべての力を集め、これを迎え撃ちましょう。やろう。ここを乗り切らないと、このチュートリアルで我々は負けてしまう。フリーティーゲルン行ってくれ。逃げたな。ここで追い詰めなければ我々は負ける。つまり、傭兵を雇って返り討ちにするしかない。1441。敵騎馬隊多すぎだな。騎馬隊多いな。でも行こう。これ難しいな。陣形どうしような。今までの陣形じゃダメですね。エンジン組む？なんかないですかね。なんか面白いのないの？ないなあ。あ、これ氷だな。これとりあえずこの丘の上登りたいんだけど、相手馬だから速いよね。丘の上ダメだな。もうちょっと後ろ下がんないとね。やっぱ断裂陣かな。いいか。これで行こう。Once again, we do battle with the enemy. Present arms, men. Show them how a Visigoth fights. めちゃくちゃかっこいいな、お前ら。強すぎだろ、フン族。ああ、これに勝つのは難しい。雪なのか塩なのかわからねえ。これ勝てるかな。なんかないかな。もっと薄く並べよう。これをもっともっと薄く並べてカバーする範囲増やそう。将軍どれ？あ、将軍ここか。将軍じゃここだ。で、ファルクス兵はこうかな。長宗兵は前に出しておくと三兵で撃たれて死ぬな。出せない。で、その上で全軍で三回陣形組んどく。三回陣形組んどけばとりあえず敵の弓は食らわないな。ただ、騎兵の突撃に弱いけど。いや、やっぱダメだな。3回陣形怖いな。いやー、来たな。どう来るよ。おっと、動いてきたな。
あ、これ背面攻撃決まりましたね。ですね、あ、逃げたな。なんとかなりそうだと思ったんだけどな。うまい具合に引きつけてますね。あ、食らっちまった。これ野戦に持ち込んだ方が勝てますね。今どうなってます？あ、こっちの方が1400ユニットの数が多いですね。ってことは押してます。めちゃくちゃ押してますね。これ勝ちましたね。プリティゲルン将軍によってなんとかアプルムは防衛できそうです。首の皮一枚でつながってる状況ですけど、この辺りかな。もうちょっと槍兵出して、槍兵じゃない、弓兵で、こうやってあー押されてるのダメだな、これ潰れるな。この3部隊をこっち持っていきましょう。あ、もうこれ3回陣形解除したまま、これ肉壁として使うか。あ、弓なくなったんだ、あれ。勝てそうですね。難しい。騎馬兵を倒すのは大変だ。将軍だ、将軍がいるぞ、将軍がいるぞ。死にやがれ。全軍で俺はお前らを囲う。
やったぜ。敵の将軍を倒したので敵は崩壊しました。損害大きい勝利。難しい。遊牧民との戦いは本当に難しいですね。どうやればいいのか全く分かんなかった。とりあえず自分の兵にしちゃおうかな。これは追っかけて倒したいな。倒せないのか。じゃしょうがないよ。ですね、傭兵隊のこれを解雇させて違う傭兵隊を仲間にしよう。これだな。任務の完了。フン族との戦い。フン族は我々を蹂躙するためにさらなる侵略者を送りました。すべての力を集め、これを迎え撃ちましょう。さて、まだまだこれいるぜ。これ、こんだけいいんだぜ。どうすんだよ。俺は一体どうすればいいのだ。助けてくれ。ターン終了。フリーティーゲルン。とりあえず、白兵戦防御、これ2つ上げて終わりか。いや、これ雇えねえよ。まだいらない。傭兵隊、これを外して、違う馬を雇うか。これ強いだろ。傭兵隊ステップ、乗馬車種。傭兵隊ステップ、やりき兵。フン族雇えたぞ。これ最高だろ。だからこれいらねえんだっつの。行こう。おい、いすぎだろ。マジかよ、やめてくれよ。これは無理だって。おい、多すぎじゃないのか、これは。1、2、3、4、5、6、7部隊って。これ、チュートリアルなの？ありえないだろ。もう帰ろう。和平してくれよ。頼むよ。なんとか。どんだけ。マジでどんだけ。何これは。どうしたらいいの？和平しよう。Do not attempt to sweeten truth with honey. ダメだ。Thirsty for battle. 着実につけてきたな、この反乱軍。Ready for order. ムカつく休め。Ready for battle.反乱軍がいるとしても動けないな。とりあえず槍兵雇うしかないな。こっちもこっちで傭兵隊とユニット交換しないとね。あ、傭兵隊雇えないわ。ダメだ。でこっちで、まあとりあえず槍兵雇っとくか。フン族来たな。本当にこれ全部倒すの？なんかあるんじゃないの？イベントでフン族がまた途中で戦闘を切り上げて帰るとかないのかな？きつすぎんだよな。これは無理だって。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。本当に本当にきついよ。
包囲とか。もうこれ出るしかないよ。The enemy come forward to meet us, chieftain. We must meet them in battle. きついわー。ああ、敵。バリスタいるね。あのバリスタを潰す騎兵がいない。晴れだ、配置しよう。もう歩兵しかいないんだからこれでいいわ。この陣形なんだ、これでいいや。森林で待ち構えようじゃないか。森林だったらあ、援軍が来たな。援軍が来たぞ。森林に入れば敵見えないでしょ。潜伏状態になるので動けないはずだ。はずだ。The terrain conceals the enemy movements, chieftain. We must be wary.バリスタ撃てないだろう。騎馬隊、あー回ってきたな。まあ疲れてもいいから、とりあえずもうこの森まで走んないとね。休憩は森の中で行ってくれ。His word can rally and inspire the men before you. Use his influence. なかなか来ませんね。ゆっくりゆっくりじわじわと来てますね。突撃してきたな。見えてるからだな、こっちが。そこまで間に合わないな。これはここでぶつかるでしょ、一回。あ、ぶつかんなかった。あ、じゃあこれ側面攻撃だ。状況一変しましたね。だいぶ押してきてますよ。まあ、やりたい馬ですからね。そのためにやりだけ雇ったんだよ俺は。なんとしてでも勝たないと。ここまで落ちたらもう負けだよ。弓兵ぶち破られたかと思ったら、あれただの敗残兵だった。
騎馬隊を早く倒してくれ。旧兵が白兵戦モードにして、あ、白兵戦モードにした途端にこれだよ。あ、これ勝てますね。あ、歩兵との戦い方はいいんですけど、騎馬隊難しい。これなんでこんなに強いんですかね。ステップ槍兵硬すぎないかこれ。やばいやばいやばい。あー、実況できない、実況できない。本当にしたいんだけど、実況したいのは山々なんだけどできないんだよ。敵将軍が死ねば勝てると思うんですよ。敵将軍これですよね。高みの見物してやがる。来たな将軍、頼む。どこでもいいから突撃してくれ。あー、これ多分将軍倒せますね。損害大きい勝利。将軍倒せなかったのは痛いな。また帰ってくるよ。本当に損害でかいな。どうやりゃいいんだよ。これじゃやってらんないよ。マジできついって。これ適当にユニット雇って、これ迎撃ですよ。まず1ユニット
てない。一人の将軍を倒しました。あと何体いるんだよ。で、ここで宿った傭兵隊を全部解雇。金減っちゃってるな。雇えないな。貨幣できる数の上限に達している。これ以上は雇えない。これ防御陣形にしよう。これターン終了だな。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。ああ攻撃結びたいな。どこでもいいんだよ。無理だ。ああできない。ああきつい。ウィッシュマル、もう何でもいいや。ガンガン食料系を増やしていこう。統治者任命しようかな。死ぬかもしれないけど、いれば若干硬くなるからさ。東コート何やってんだよ。お前らもフンと戦えよ。これは無理だって。どうすんのよ。おかしいだろこれ。まあ、反乱軍もうざいもんな。お前はいいよ。これでとりあえず反乱軍鎮圧したので治安は若干戻りますね。次に、あ、直せと。The time has come for us to make difficult decisions, chieftain. The Huns attack here in numbers too great for us to repel. 何？首長。Leave this place if we are to survive as an independent people. 首長、難しい判断を要する時が来ました。フン族の軍勢は我らが対抗するにはあまりにも強力すぎます。我らが独立を保って生きていくのならこの地を去らざるを得ない。本当だよ。もっと前に去っとけよ。これもう無理だよ。We can move our people south of the Danube River behind the Roman frontier. The Huns would be unlikely to attack us there. The land is fertile, the people are rich, and the possibilities for expansion. なるほどね。こうしてゲルマン民族大移動始まるんですね。Constantinople is struggling against revolts in this area and may welcome our support. このようにゲルマン民族はフン族に抵抗するのは抵抗することできず、住んでいた土地を捨て一族全員引き連れて、この東ローマ帝国の領域内で傭兵として働くことになってしまうんですね。ただ東ローマも東ローマで政治の問題でこう内部分裂し反乱を鎮圧するのに必死で、西ゴート東ゴートに構ってられないんですよね。それで気を見て、ね、独立をしようということのようです。チーフトン、we can begin our migration immediately.But it will mean abandoning the towns we currently hold. いつでも移住の準備を始めることができます。しかしそれは我らが都市を捨てねばならないことを意味します。はい。勢力パネルを開く。概要。移住の開始。始めましょう。Excellent. It will take some time for our people to pack and prepare for life on the move.We must continue to be vigilant against enemy attacks. 我々の民が荷物をまとめ移動の生活に備えるには時間がかかります。敵の攻撃に対しては用心に用心を重ねるべきです。わかりました。
セーブしようぜ。とりあえず今日の実況ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。